けで今日のつぼ散歩はサイバーハブのユニクロに行きたいと思います。いいのにユニクロですよ、すごくないですか。私結構今日は違うんですけど、結構毎日全身ユニクロとかあるんで、ユニクロがもうインドに来たら日本に帰る必要ないなみたいな感じです。で、見ていただいた通りとても大きいので全然困らないです。この後なんか紹介していきたいと思います。 Please check our YouTube。 Yes、 クーラクインディア。するにはおすすめです。これはやばい。これインドのユニクロにもあるんですかね。ちょっとあるとあるなら教えてほしいです。かわいい。あ、間違えてたこれ日本のユニクロにもありますか。また教えてください。友達がユニクロ、日本のユニクロでも働いてるんですよ。任天堂さん、どうですか皆さん、これ着てお家でホームパーティーいいですか。ドラゴンボールもあります。え、めっちゃテンション上がる。え、これめっちゃ可愛いじゃないですか。かわいい。えー、かわいい。なんと590ルピーです。安い。がマニーズアニメコーナーです。あ、もしやこれはフュージョンしちゃうやつです。フュージョンしてますよ。かわいい。これはやばい。兄弟で着せたい。カップルできるのもいいかも。バックプリントが渋い。ドラゴンボールじゃん。みんな大好きナルトです。渋いですよね。ネギマ、お、クーラク塩焼き、タレ焼き、魔法先生ネギマ。へえー、ちょっと怖い少年マガジンが60周年なんです。で、あ、7つの滞在や。7つの滞在です。まあ、悠遊白書、小学校の時の夏休みで、何でしたっけ、子供アニメ大会で見ました。銀魂、シュール、感じでたくさんの種類の、ジャパニーズアニメの T シャツが売ってます。 Thank you so much. Thank you so much. Thank you. はい、今日のつぼ散歩ユニクロで、ニコも買っちゃいました。スタートラインも豊富で、結構セールとかもしてるので、いいと思います。ユニクロの印象は店員さんがめっちゃ丁寧で、すれ違いさまにこうお辞儀してくれたりとかするんですね。だから安心して買い物もできますし、ぜひトライしてみてください。サイバーハブユニクロ。